次は、安倍晋三銃撃事件後のマスコミ報道についてということですね、はいはい。まあ、これはやっぱり僕は事件としてはもうとんでもない、事件で、安倍さんには大変残念というか、言論をねこうやって暴力で封じるということはあってはならない、ことだなと思っているので、本当にお悔やみ申し上げたいと、はい、そういうふうに思います、はい。で、今回の視点はそこではなくて、はい、この事件の後の報道のあり方が変じゃないの、うん、っていうことで、うん、あの事件後の、はい、あの素朴な疑問っていうのを書かせていただきました、はい。じゃあこちらですね、はい。まず鶴瓶さんのね、素朴な疑問ということで、1番、裏の真犯人の報道がない。これは結構切り込んでる感じです、うん。だって元の首相をね、うん、殺すって警備もある中大変じゃないですか本来ね、うん。で、単に個人的恨みで殺すかなと思うんですよね、うん。だって成功しない確率が高いと思うんですよ、うん。で、僕はこれで思い出したのはあれです、ケネディ大統領暗殺事件で、うん、要は犯人っていう人が捕まりましたけど、はい、あれは捏造だっていうか冤罪って言われてますよね、うん、作られた犯人だから本当にこう裏に殺したい人がいたと、うん、でも捜査しないですよね、うんうん、あの人にかぶせてやられた、いやできないんじゃないですかっていうふうに思っちゃうんですよ、うん。ただやっぱりあの人の裏に何があったかっていうことをメディアなり警察なりは周到に調べないといけないと思うんですよね。それがなんかあんまりされてなくて、うん、ただなんか統一教会の関係で恨みだみたいな話で、ね、うん、言ってるのがちょっと変だなって思うんですよ、うん。闇がそこにあるなと思ってます、うんうん、はい。それから2番目ですね、司法解剖結果の情報が出てこない。司法解剖されてるんですよね。そうですね、だ普通ね、はい、僕が聞いて銃撃されるとね、うん、だって鉄砲弾が入ってたっていうのは鉄砲弾あるじゃないですか、はい、まあ、ないって言うでしょ、2個あって1個しかないとか、うん、あとね入った角度にはね割り箸刺したりして、うん、角度がどうとか全部やってるんですよね、はい。で、出てくるのはその死ぬまで前の状況のは記者会見しますけど、うん、いや解剖の結果がもっと出ていいと思うんですよ、うんうん。解剖結果がこうだったから、うん、こういうシーンでここがね、まあ、ちょっと図は出てますけど、はい、なんかそれがすごく曖昧で、うん、でご遺体がすぐ焼かれてるじゃないですか、うん、要は再鑑定ができなくなっちゃってますよね、うん。だからそれを防ぐためにすぐダビに付したのかなまで思っちゃうんで、うん、僕が知りたいのは死ぬまでの応急処置の問題ではなくて、お亡くなりになったご遺体の解剖結果がある程度発表されてもいいなと思うんですよね。あとは裁判でどうなるか、そうですね、うん、誰が裁、ね、弁護士についてどうなるかはちょっと大きいし、うん、って思いますね、はい。普通解剖結果でしょこういうの。そうですね、なんか一部図を見た気がするんですけどね、ちょっと出てましたけど、確かにね、ここで違うとかね、まあ、それがどの程度信憑性があるものなのかとかね、そこら辺はもちろんね分からないですけど、ね、なんか出血が少ないとか、あと解剖結果のコメントとして出ればいいんですよ、うんうん。なんかネットだとかなんかでは出てますけど、うん、いや見た人が一番なんですかね、うん、見た人があこれがこうだから出血が出なかったねとか、うん、外には出てないけど内部に出てたよねとか、うん、そういうのはねやっぱり責任持った方がね、うん、きっちり多分写真も全部あるわけですよ。そうですね、うん、だからもうこれは裁判しか出てこないと思うんですけど、そうですね、はい、裁判出てくる解剖結果ね、それもね、うん、バッとオープンにはできないものですけども、うんうんうん、まあチャンスがあればなんか見てか、うん、裁判でしっかりとね、うんうん、扱っていただいてね、まあ、犯人であるってことは変わりないので、うんうんうん、ただ真実の解明という部分ではそこははっきりしてほしいな、うん。だ報道として出てきてない、他ならいっぱい出てくるじゃないですか、はい、そこが少ないなと思ってるってことですね、うん、はい、はい。それから、あ、3番目ですね、政教分離の報道が少ない。要は統一教会統一教会ってこうねなってるじゃないですか、はい、そこでお金があって、うん、じゃこれって政教分離の話じゃないですか。そうですね、だとしたら、まあね、公明党と創価学会はどうなんですかとか、うん、
まあ、ちょっとなんかコメントしたみたいですけど、なんか控えますみたいな、捜査中なので控えます。いや、あんたの事件じゃないんだから、あんた統一教会ならいいんだ、創価学会では政教分離をどう思いますかっていうふうに、もっともっとね、統一教会と自民党は責めてますよ。だって同じね、与党なんだから、創価学会とあの公明党なんかズブズブってもね、分かってる、分かってるからね、ね、はい、統一教会は表向きは分かってなかったけど、うん、でもみんな知ってましたからね、はい、大昔から、うん、誰もが知ってたわけですよね、あの岸さんの時代からね、うんうん、昔から知る人ぞ知るというかね、だから誰も報道しなかっただけなんですよね、うんうんうん、本も出てるぐらいですから、うんうん、から幸福実現党と幸福の科学だって、はい、まあね、国政はないですけど、なんか確かどっかの地方には幸福実現党の方も受かってるって聞くと入ってくるわけですよ、ね、そうですね、だからその政教分離についてどう考えてるのかっていうのはもっと出てもいいのかなと思うし、はい、自民党なんかいろんな宗教の方がね、うん、こう支援してるわけですよ、はい、だからあの別に支援することが悪いとは僕は思わないんですけれども、うん、なんか統一教会だけ悪者になって、うん、だから統一教会が悪いのは私は昔のあの壺とか詐欺の話なんで、はい、うん、霊感商法のところです ね、それは消費者問題じゃないですか、うん、消費者問題では悪いことをしたって、うん、でも宗教として文部省が認めちゃってるわけですよね、うん、そうですね、だから今度は政教分離の話に移行するはずなんだったら創価学会とやっていけばいいんじゃないのって思ってるんですよね、うん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 、なるほど、はいはい、それから、まあ、今のちょっと4番も関わってますね、うん、はい、だから20年以上前から分かってることですよ、はい、なのに急に統一教会の、うん、あの報道が増えてるじゃないですか、もう今一人一人ね政治家がね、あのこういうパーティーで挨拶しましたとか、うん、この時にね支援を送りましたとかね、電報を送ったとか、一人ずつ皆さんなんか謝罪みたいな形になってますけれども、そんなのいっぱい多分あると思います、いろんな宗教団体に電報を送ったり挨拶とかしてるじゃないですか、で相手は相手側はね、それを利用するというか、はい、この人からもらいましたっていう、うん、で電報の内容を変えたっていうのが出てましたよね、うん、大村知事ですか、 あれはひどいですよね、うん、あれは怒って当然だし、うん、名誉毀損だろうし、送った電報さんも読めばいいけど、はい、勝手に事務局が変えて、まあ、謝罪があったって認めてるから、多分こっちには記録があるんでしょうね、うんうん、だからそれは問題だとして、とんでもない。でも世界日報も問題になってるじゃないですか、うん、でも世界日報って統一教会の僕は機関誌かなとこう思ってたわけですよ、うん、はい、で世界日報に知り合いがいるんですよ、うんうん、社員さんで、はい、で会った時に聞いたんですよ、はい、世界日報って統一教会の機関誌でしょって言ったら、うん、いやそう皆さん思われて違うんですよ、うん、一般の新聞なんですって、うん、じゃあ政教新聞みたいなもんなの、うん、赤旗みたいなもんなの、うん、っていうと、あれも一応一般の新聞なんですってね、うんうんうん、だけどまあ購読者数が、はい、あの共産党や ね、うん、あの政教新聞の場合ね多いというだけで、うん、で実はね一番多いのは自民党なんですよって、もう僕だから何年前に聞いてるのかな、その世界日報の読者がね、うん、購読者がね、うん、統一教会じゃないんですよ、自民党さんが一番お客さんなんですっていう、だもしそうおっしゃるならうちは自民党の機関紙ですよって言ってたんですよ、なるほど、その購読者数で言うんであればね、はい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 、なるほど、で確かに一面とか他で自民党の方がいっぱい出てるんですよ、うん、なるほど、記事にも、はい、だから信者さんかどうかは別として、うん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 、自民党と世界日報とかだから統一教会はズブな関係だったっていうのは、うんうん、もう誰もが知ってることですよ、なるほど、一定レベルの人は、はいはい、僕は直接ね、うん、自民党が一番買ってくれてんです、だから自民党買ってくれなかったらうち潰れますって言ってました、だからこれで買えなくなってくると潰れるんじゃないですか世界日報、もしかしたら、うん、統一教会が買うか、はい、なんか激しく売る信者さんが売るかしないとね、うんうんうん、っていうのがあって、それなの分かってることでしょって、うん、でもなんか今報道してますよね、うん、汚ねえなってマスコミさんと、うん、あんただって知ってたじゃない、うんうん、俺が知ってるぐらいなんだから、うん、そうですよね、皆さん絶対知ってるでしょっていう話なんですよ、はい、
今日ちょうど午後のいろいろ情報番組ありますよね、うん、あれ見てたら日韓トンネルの話をちょうどしてて、うん、その日韓をそのトンネルでつなぐという、はいはい、うん、そのブン・ソンミョンさん、あれですね、統一教会の創始者と言われてる方が、まあ、それを提唱してて、で、まあ、自民党と話がつながって、まあ、それを作ろうという話が20年40年ぐらい前、1980何年にスタートしたっていうようなところをやってたんですけれども、それがどうなってるかっていうことについて私たちメディアも報道してこなかったですもんねっていうのをコメンテーターじゃない司会者の方が言ったんですよ、うん、だからあやっぱり分かってたよねって、分かってたけど結局出してなかったよねっていうね、うん、それを報道してこなかったのがあれでしたねっていう発言があって、おお、ちょっと言いましたね。それはね、はい、言いましたね、はい。だからここに来て急になんかね、統一教会を叩いたり自民党を叩いて、はい、逆と安倍さんが生きてる限り、うん、他の人が叩くチャンスがなかったのかなとしたら、うん、なんでこんな調子いいんだろうっていうふうに思うんですよ。で、安倍さんが北朝鮮の拉致をね返したのはこのラインがあったからだっていうことは、はい、いやまあ、なんで帰ってきたことはいいことじゃないですか。はいはい、としたら北朝鮮と韓国がつながってるってことですよね。うん、そこはどうして報じないの、うんうん、安倍さんと韓国だけど国違うじゃないですか。そうですね、バチバチやってる部分も、うん、まあそれは裏だっていう話はありますけど、はいはい、だったらそこをきちんとね、うんうん、安倍さん統一教会北朝鮮っていうラインをちゃんと結びつけないと、うんうん、わからないですよね。そうですね、なんかかなり、ね、その報道だけの話ですけれども、統一教会がかなり韓国北朝鮮側に、ね、うん、こうなってるっていうような話も、まあ、報道はされてましたけれども、だったら支援金をいくら出してるとか、うん、でも北朝鮮の国が統一教会に、ね、一番嫌だと思うんですよね、うん、そういうのトップとしてはね、ね、まあ、でもあるのかもしれないんですけど、うん、だったらそこをしっかりとね報道して、うん、じゃあ逆にもっと前に報道があってしかるべきじゃないですか、うんうん、でもそもそもね、その時にいや統一教会のラインがあって、うんうんうん、ね、要は政治家なんかみんな外交強した裏ルートを持ってるわけですよね、はいはい、そこでこうできるから裏情報が入って、うん、それを表に上げて、うん、だから随行員としてついてって実はその人が折衝してるとか、はいはい、でも表は政治家にね、うんうん、ちゃんと目立つように上げるとかって、はい、だったらそこも政治家は知ってるはずなんですよ、ね、そうですね、だったらそれをちゃんと報道すべきだと思うんですよ、うん、そうですね、はい、で次がカルトの定義がないというので、はい、ちょっとしかま報道されてません。そんなの20年前から言ってることじゃないですか。はいはい、カルトの定義がない、散々ね、ね、はい、で世界的にはあるわけですよ。ありますね、そこに創価学会も入ってるわけですよ。はい、入ってますね、海外の、ね、カルトの定義の中に、ね、定義の中には、うん、定義というかその定義に基づいたこのね団体の中に入ってますよね。うん、ね、まあ、一応ねどこどこがやったカルトの定義っていう中で10項目挙げてて、はいはい、その中に統一教会とか入ってるわけです、うん、創価学会とか入ってますね。もう20年前じゃないですか、はい、だから定義を作ったらいいって言ってるのに作らなかったのは政府だしマスコミなんですよ。作るべきだってもっと言えば、あのオウム真理教事件の後に言えばよかったわけですよ。まあ、でも結局こういうことだったから言えなかったということでもありますよね。だとそう思うしかないです。そうですね、だから要は創価学会があるから、うん、要は公明党の野党をがカルトになるということになる。で今カルトはね新興宗教、なんで新興宗教は政治に参加し関連したい、じゃあ三大宗教いいんですかって話になっちゃうんですよ、うんうん、今度だから変なんですよ。そうですね、もうだから宗教ということについての論議が日本はそもそも成り立っていない、うん、ということになりますよね。信教の自由があるわけですから、うん、それはそれでね、うん、だから政治にね、だから通事人災とか砂川なんだか判決とかね、うん、なんか玉串料何千円とかで裁判してるわけですよ、うん、はい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 、ね、地震災でこれやったら神道系じゃないかとか、うんうんうん、なんかでも伝統文化としてあるわけじゃないですか。そうですね、そういうのはなんかそれぐらいいいんじゃないかと僕は思うんですよね、うんうん、じゃあそこにキリスト教読んだらどうとかこうとかなっちゃいますけど、はい、でももっと大事な問題として20年前からカルトの定義がないということは何人も言っていて、はい、それに対してね、創価学会が入ってる、統一教会が入ってる、どこどこが入ってるってということもまでは言う、だから日本では報道しなくなるわけじゃないですか、ね、うん、そうですね、結局ね、今もうなんでできてないんですか、いや創価学会が世界で入ってるからですってバーンと報道すればいいわけですよ、うん、そうですね、これを日本に持ってくれば、うん、ね、
カルトと政治はダメだから、うん、野党の公明党がダメになりますよね、うん、そこ縁切らなくちゃいけない、与党ね、いや与党ね、うん、なりますよね、うん、そのことは私たちは報道できませんでしたよとかね、うん、ってことはもうこれで牛耳られてるってことじゃないですか、うん、そうです ね, ね, ねだからそういうのちょっとしたね、うん、フリーの人たちは書いてますけど、うん、取り上げない、うん、ねえ、もう有名な弁護士もね、あんまり追及してないですよね、うん、そこはね、そうなんですよね、そこまで言ってんなら、はい、ここですよ、もう誰もが知ってますよ、はい、絶対そこだと、うん、そこまでねカルトがダメだとかないって言うんだったら触れなさい、はい、で全部言わないならもうね、もうお前ら腐ってるからいいよと、はい、言うなと、知ってんだから、だとしたらそのそれこそ今のその統一教会と政治家の一人一人のなんか関連で謝罪してることもなんか矛盾になっちゃいますよね。矛盾なんです。おかしいんです。それはそれでね。だって公明党の議員じゃやまなくちゃいけないことじゃないですか。本当ですよね。だからそこを比較してないからもう片手落ちで、うん、ね、でそれを鵜呑みにしてる人がいたり、一部分かってる人は書くとバンされたりね、こうしていくわけですよ。だからそういう社会に我々は生きてるって、はい、でも逆な言い方するとこの安倍さんっていうことのこの事件で、うん、それが表に出たということにおいては価値があって、うんうん、この表に出たちょっとした海をどれだけ掘っていけるかっていうのは我々の、まあ、有権者の力だし、ね、マスコミの矜持だと思うんで、はい、チャンスではあるんですけど、はい、これでまた蓋しちゃうと中でまた腐ってきますから、うん、もっと大きな時に海が爆発するようなことになるので、僕はぜひこの機会に、うん、もう究極国会議員半分維新されてもしょうがないし、もしくは反省ですよね、過去のことを言ってもしょうがないし、過去はそういう関係がありました、でも私は決別しますと、はい、今後国のために、ね、命を懸けて政治をしますので、皆さんもう一回自分に一票くださいって、ね、言うなら全然それは僕はいいと思うんですよ、人間として。そうですね、今までがそういうふうにズブズブだったんだから、はい、でもそこで言わないんであれば、はい、なんか政治家としてどうなんだ、メディアとして矜持はないのかと、うん、権力の監視っていうなら今までお前が見逃したんでしょメディアさん、ね、だからさっきのね司会が悪いんだよ報道しなかったの、はい、はい、じゃあ報道してください、はい、でね、そうです、ね、そうなんです、そういうふうにしてくれればそれでいいなと思うんですよ、うん、はい、でこのベースにねやっぱり日本はね、うん、あの信者っていうことと、うん、宗教を持ってるっていうことと、うん、信仰を持ってるってこともなんか似てるようで違うじゃないですか、うん、僕ね信仰はみんな持ってると思うんですよ、うん、日本人は。だからヤオルドズの神って、トイレに神様いるっつって、はい、うん、いねえよっていう人はあまりいないと思うんですよ、うん、だから山を神様にするとか、ね、まあ、いなくてもいいんですけどね、いなくてもいいんだけど、うん、あのないよっていうのは違うよねっていうとこですよね、うん、だから多分 DNA としてどっかに、うん、か信仰っていうものはあると思う、はい、それが一神教で誰々ってなってくると宗教を持っているっていうことになるし、さらに信者であるっていうことは登録してご布施をあげたり、毎日その偶像にお祈りをしてるとか、でそれぞれ段階があると思うんですよね。でも信仰を持ってるっていうことイコール宗教をやっているっていう勘違いをするんじゃないかなって思うんで、外国なんか行くとあなたの宗教は何っていうね、うん、信仰は何って聞かれて、いや何もって言うと本当にそれは文化人として一流ですかみたいなね、そうそうそう、そうですよね。なので自分の哲学は何に基づいているというようなね意味も含めて、その信仰は何ってどんなふうに、あのそれこそ世界は成り立っていると思っているか、自分の命はどうやって生かそうと思っているかっていうことにもつながってくるというね、その人生論にもつながってくるようなところで、それがないってじゃあどうやって生きてんのみたいなね、そういう感覚ってありますけど、日本の中では宗教あるよって言うと、なんかもうそこでなんかみんなで変な目で見るような風潮がある、うん、でも実はみんなあるっていうね、なんかおかしななんか、そこで宗教があるって言葉を使うけど、ね、聞いてる意味、言ってる意味は信仰があるっていう意味だと思うんです、うんうん、そうですね、だってアメリカ人だって毎週日曜日に教会に行く方もいれば、うんうん、はい、行かない方もいるじゃないですか、うん、そうですね、だから自分はねディープなクリスチャンだとか、うん、はい、自分は全然ディープじゃないね、うんうんうん、一応もキリスト教だけどみたいな方とかいるじゃないですか、はい、うん、そうですね、でもキリスト教だよ一応はっていうことは言うし、うん、十字切ったりとか、うん、はい、
するし、あとね、赤ちゃん生まれる時にね、俺誰かに祈ると思うんですよね。それは誰かわからないですよ、何かを。でもこの元気で生まれてよって祈るっていうのは、僕はサムシング・グレートとかね、そこに信仰があると思うんです。じゃあ何に祈ったんですか、それはイエスさんかもしれないし、ブッダかもしれないし、マホーメットかもしれないし、山かもしれない、太陽かもしれない、それは自由で、でもそれがわからない人が無神教。でもね、子供生まれる時に最後ね、いや科学ではって、ちょっと科学教ですよ。だから祈る、なんか本当にこうちっちゃなところの気持ちが、対象がどうのこうのじゃなくてもある、これが信仰だと思う。それと宗教を持っているっていうことと信者であるってことの区別が、日本人はすごく曖昧なのかなと思うし、だから曖昧さは曖昧さでいいんですけど、人を責めることはない、そこと政治との関係をちゃんとこう区別して、だから法律が必要だと思うと、今はちょっとこの報道の流れとか政治家の動きはちょっとおたおたしてるなってこと、自分がね宗教を持ってる、例えばいいじゃないですか、自分の自由だから、ね、それを政治と絡めると問題があるわけで、そうですね、まあ、本当に今ねこういうことがクローズアップされている中で、国民として本当にね、私たち一人一人は何をすべきかっていうところはね、自分が選んだ有権者は、有権者として選んだその政治家はどんな人なのかとか、それから自分はどんな信念でそれを選んだのかとか、その人たちがしっかり政治をしてくれているのか、そういうところの見る視点からもね、じゃあその参考にする報道は何を報道していて、何が報道されていないのかっていうあたりをやっぱり意識持っていただけるといいですね。あと今フェイク動画も出るじゃないですか、フェイク画像か、なるほど、ね、言ってないことが加工されたりとか、はいはい、だからなんかネットの情報もちゃんとこう精査しないと、ね、川崎さんがいつも言うネットリテラシーというやつを持たないと騙されるし、テレビとかね新聞も騙されるし、ネットじゃあネットが正しいか、ネットもいろんな情報があるので、だからその中ある人がね、たくさん得れば得るほど正しい情報が判断できるって言ってました。少ないと少ない情報の中で正しいって判断する、だからとにかくいっぱい集めたり山のように、でもそれができないから、この人がはいっぱい集めてるから、この人が信用できるかなとかね、まあ、そうするしかないんです。そうですね、まあ、杉部さんもねよく言ってくださる、信じるな疑うな確かめろっていうね、これがやっぱりポイントですよね、はい、だから私たちが言ってる話も全部信じてくださいっていうことで報道してるわけ、こうお伝えしてるわけではなくて、きっかけとして、あ、そういう見方もあるんだねっていう、それこそアングルっていうところでお話ししているので、参考にしていただいて、じゃあ、でもそのこの鶴瓶や川崎が話してることがおかしいとしたら何っていうね、じゃあ信じるとしたら何、本当いろんな角度からぜひ検証に使っていただければと思いますね。はい、では、今日はね、この安倍さんの話、それから和歌山カレー事件の話、それから最初の無差別殺傷事件ね、秋葉原の事件と扱いました、このね和歌山カレー事件はね、本がいろいろね出てますので、先ほどね鶴瓶さんが紹介してくださった本も含めてAmazon 等で買えますので、もし和歌山カレー事件関心ございましたら、こちらの方も手に取ってみていただけるといいかと思います。それでは、本日の収録はこれで終わりにしたいと思います、視聴していただいた皆さん、どうもありがとうございました。鶴瓶さん、ありがとうございました。そしてスタッフの皆さんもどうもありがとうございました。